6日夕方、佐賀県唐津市で、男女4人がイノシシに襲われ怪我をした。イノシシは、警察や住民などが、大捕物の末、捕獲された。6日午後6時ごろ、唐津市内の寺に現れた1頭のイノシシ。市役所の職員が捕獲しようとするが、興奮したイノシシに突進され、手も足も出ない。周辺では、6日、相次いで、人がイノシシに襲われていた。70歳代の女性が頭を打撲、20歳代の女性警察官が足を切るなど、男女計4人が怪我をした。警察や住民約15人を巻き込んでの大捕物。暴れるイノシシを取り押さえたのは、騒ぎを聞いて駆けつけた近くに住む自営業の原田正明さん、55、だった。高校時代からラグビーをしていた原田さんは、手足を噛まれて5針縫う怪我をしながらも、イノシシに果敢にタックル、素手で捕獲した。原田さん、怖かったですよ。イノシシはごつい。筋肉の塊ですから。ラグビーの現役時代が久しぶりによぎりました。唐津市によると、数ヶ月前から唐津沖を泳ぐイノシシが多数目撃されていて、今回捕獲されたイノシシも、離島から餌を求めて海を渡ってきた可能性があるという。